っちゃ汚かった。喋りはできんのかな、ゴートイート。してんのかな。できんねん、ゴートイート。1000円引きだって。次以降とかそういうあれじゃないの。多分次以降だと思うけど。ああ、そういうので活用するのもありなんかな、見方を変えれば。喋りはだけだな、別に。寿司屋はいいや、そんな頻繁に外食って好きじゃないんだよね。まあ、なんかしゃぶ用ならたまにさ、肉摂取したいみたいな時はあるかもしれないけど、アイス食えるしな、そこ。なんかそんなバンバン外食したいっていうとそうでもないんだよね。そのとじゃ別に GoTo イートいらねえかってなってくるし。この前仙台のやつもらえよ。仙山のやつ。あ、でもすぐできるもん、申請しできるよ。よくわかんないんだよね。 GoTo トラベルとかもだって結局あれチケット争奪戦みたいな感じなんでしょ。だから別に誰でも使えるもんでもないんだって。誰でも使えるけど簡単には使わせてもらえないんだっていう。よくは駒浦県駒浦県駒浦と、はい、あ、白線越しちゃったよ。やべ、雨降り山の方超天気悪そう。雨降りそう。絶対今日大山に降ってそう。まあでも昨日の御朱印は嬉しかったな。ね。うん。でもあの高尾山の限定御朱印帳、集めの御朱印帳にもう貼っつけるかどうか迷っちゃう。額縁に入れたくなるよね。あの2枚綴りになってさ、御朱印帳に貼るかどうかって毎回悩むんだよ。めんどくせえ。何が？申請する。最初からそんな高いとこ行かないから別にいいかなってなっちゃう。いや、そのしゃぶ用にしても、って思ってしまう自分がいるんだわ。で、寿司屋もなんか、めんどくさそう。なんか申請めんどくさそう。良さそうと思う反面、Tポイントとかもらえるんだ。1000ポイント。超隣の運転手の人の笑顔で見せたら、うめえやつって。Tポイントとかもらえるんだって。1000ポイント。花見で出てんの、おめえ花見じゃん。Tポイントって払えたっけ、飯。Tポイント払えるよ。あ、Tポイント対応してるとこであったろ。だってポイントで払えるじゃん。そういうとこ、そういうことか。なるほどね。決してあれは店員さんがポイント使いますとかとは聞いてこないから。ポイント今どれぐらいありますかって言って、これぐらいありますよって言うと、そこからの流れ、いや使いますかってなるから、じゃあいくら分でとか言えばポイント差し引いてくれて、その差額を払うのか。あれシビックじゃん。超首かしげてんの、ポポ。あの車のエンジンより、あれシビックじゃん。あの、ガムテープデスパッチャーってぶっ壊れるような車で。やめよ、会社のこと言うね。乗ってた人超笑顔でポップのこと見てた。あの人はいい人だと思うけど、乗ってる
超ポプラは障子ってやつね。あいつダメだよね、うん、なんかシビックにあんたクソカツ乗せんなよとか思っちゃうぐらいな。シーナ修士先生すげえ詳しかったですよね。後ろのランプ壊れたりテールランプ壊れたり。だけどちょっとシンジはダメだよ。シンジはちょっとあのキャラ失敗だよ。あのキャラ作ったのだんだんホモ臭く見えてきた。ホモっていうかちょっとマザコンっぽい。マザコンっていうかマザコンっぽい。だから年上の女性に惹かれんでしょ。あれ、あ、惹かれてた。え、マコさん。嘘、マジで。うん、そうだよ。でもマコちゃんがいるから彼女の前でかっこいいシーン見せてくんじゃん。いるところでわざわざ。だってなんかマコさんなんか自分の走り見ててくださいねとか言ってあの人です、ね、去ってます。絶対いつまだこの。ちょっと待って。ああなるほどね。短え。何の休号？え、 GoTo、 うん、1週間内だって短っって書いてあるよ、これ。あ、じゃあすぐ使わないとダメ。上見て、そうだよね。ちょっとこれ見て見て。ちょっと、いや、いいね。あんまり見ると酔っちゃう。弱い、酔うわ。ザコでも、だってお前の運転が下手くそ。え、 GoTo イートって何これ。長くないでしょ、使うの。まあでもそうだよな、経済回すためだもん、うん、じゃあ落ち着かねえな。だからどっか出かけるとか旅行行くって人にとってはいいプランってだけど。いやいやいや、よくないでしょ、また行けって話になって。だってポイント付与の期間、あ、付与の期間か、これ間違えた。あ、すぐじゃないんだ。しかも、でも翌月だったよ。翌月の、あ、違う違う違う、来店後の8日後だって。すぐくれるわけじゃないんだ。ごめん間違えた。ポイントを下回るやつ、あ、まあ要は取り木の小敷がいたからダメって話だ。ポーチ買った人、うん、うちがすぐメッセージ送ったのからちゃんと返事してくれたぞ。お、対応発送できたらまた連絡するって。でもね、買ったらすぐこっちから連絡しといた方が相手がね、対応早くなる。仙山でできたのかな、ちなみに。できるでしょ、だって姉ちゃんが言ってたじゃん。言ってた。え、やりやがったのにね、あの人。え、あのご夫婦いや、だから東京都じゃないから。あの人たち神奈川だもん。おい、え、ここ神奈川じゃん。じゃあ東京都だからって言ってたじゃん。あ、できるところも。で、東京都民だったら、うん、なんか割引安くなる、うん、その申請してれば的ななんかって話してたから、うん、だから都民の我々じゃなきゃダメだったってことだよ。え、だってあそこ神奈川じゃん。仙山じゃあ東京都なんじゃない。でもあの人たちがそう言ってるからそういうことなんじゃない。なんか東京都の人がやった方が安くなる方のプランがあるってことなんじゃないの。うん、東京だけ別の枠いろいろあったじゃん。 GoTo のやつ全部遅れてる。でもなんかなそれで予約するのもなって。え、なんて。まあ、すればいや、だって別にそれで予約申請してんだから。はい、どうぞ。はい、仙山側だって、まあ、うん、別に使ったことによって何も問題ないと。よくしてけばったね。まあそれはこっちがまたその GoTo のやつを登録したりとかなんかしないといけないっていう手間がある。すぐあるけど。まあでもしとけばちょっと安くなったんでしょうね。で、うちらが予約し直すってこと。8000円もらえたってことで。だから安くなるってこと。あ、6000円か。いくら分だかよくわかんないけど。まあいいや、難しいね。じゃあ明日予約してみる。どこ？しゃぶよ。明日行くの？うん、明日もいいや。わかった。
だって明日は祝日だよ。混むぞ。いやいや昼か、まあ、うん、町田基礎あるよ一応。3時か。多分ね、混むことをね、すごいリュック偏ってんな、運がいいそう。想定したら絶対言えないよ。あなたそういう風に言うけど。まあ、てか、あ、別に明日行きたいって気分じゃないってことだな。まあ、まあ別にいいけど。行きたいの明日。いや、別にいいやつじゃん。どっちやろ。いや、めんどくさそうだもん。99% ぶつけてると思うよ。ベコベコなってんの。もうね、車間距離上げてるのはね、勘違いしてる、怖いっていう勘違いしてるかもしれないけどね、違うからね。前の車信頼してないから開けてるだけだと。車間距離はね、開けといていつもないの、うん、いろんな意味で。あのね、めちゃくちゃ信頼してないからね、周りの運転って。当たり前だよ。なんかさ、すごいよ。だから煽り運転とかできるやつ俺すげえと思うもん。あれに前の車もさ、信頼してるってわけじゃん。ちょっと待って、ポッポッペロッペロしてくる。アホだよね。だそういうバカだもん多いからさ、あれでしょ、自動運転推奨してんでしょ。アホだよ。なんだけど運転だよ、車持つね。アホ怖いよね。バカだよ。無知のやつが本当損する時代だからね、いろいろしていた方がいいよ、うん、知らなかったっていう国は絶対使うのがいいよ、マジで、うん、ほんとほんと、バカにされるだけで、うん、バカだな。ほんとバカにす、バカっていうか無知は淘汰される時代になるよ、ほんとに。厳しい時代だよね。ずる賢く生きなくちゃね。ハイブリッドのちょこっとしたハイブリッドって感じ。あの車って上になんか
まあ一応ハイブリッドだねって感じ。もいけるんじゃないの、そう予約すれば。その3人とかの縛りがあるのかね、知らねえ。多分その3人っつって、それがちょっとよく分からない。それ公式に書いてあったの？いや知らない、みんなが言ってる。そうなんだ、ちょっと見てくるでしょ。それは公式の情報をちゃんと見よう。多分3人以上があれなんじゃないの。まあ規定であるのかもしれないけどね。2人なんてうぜえじゃん。えでっけえ長椅子とかもさ、2人です回転店に二人会を見てることになる。確かに、まあ、そういう風にやわざわざこうやれますよってくら寿司が言ってる時点で、まあ、二人利用っていうのは論外なんだろうなっていうのは分からんでもないよね。逆にくら寿司予約できるのはありがたいね。ただあそこ成瀬の方そんな栄えてねえからすぐ入れるような感じするけどな。分からん、うん、そこあんな栄えてるように見えないけど、仙山川でしょ。俺好きだけどね、ああいう静かなところ好き。あそこら引っ越してんだけどな、高架坂。え？高架坂のあの辺引っ越してんだけどな。高架坂は結構ないんだよ。距離でしょ。それはしょうがない。だからあそこら辺に駐車場付きのとこ買って、ここまで車乗って。なんでよだれ垂らしたの？え、垂らしてないよ。垂れてる。なんか喋りながらトーンって口からトーンって。パッソパッソデブッソ。喋りながら言っちゃって。なんか今日混んでるね。だから4連休なんで。やっぱいっぱいついてるね。あ、なんかバトランプ。新しい車ってみんなついてるね。バトランプあるプリウスがいた今。こっちの方。見えるかな。